Give a love。はい、どうも、ムツです。いつもご視聴誠にありがとうございます。今日はね、昨日のライブの話をしたいところなんですけれども、本当に昨日お越しいただいた方ありがとうございました。ちょっとね、それも言いたいこといっぱいある。でも、ちょっとそれよりも言わないといけない、話題があるので、今日、こちらを取り上げたいと、思います。今日はこちらです。朝倉未来、引退を表明。自分が戦うのは一旦終わりに、1ラウンド、KO 負けから、一明け、心境。という、記事になります。まあ昨日は本当にいろんなことがあった一日でね、もう本当ね、昨日の一日をそのなんていうんですかね、成功させるためにもう本当に寝る時間を削りまくって、まあもう頑張ってきたんですけども、まあその中で本当はゆっくり見たいと思っていたものがこのライジンだったんですけど、まあ見れなかったんですけどね。まあそれはもういいです。結果は知りましたんで。で、まあ今の格闘技界って、やっぱ悔しいけどプロレスはやっぱ格闘技に全部持ってかれてると思います。っていう、しかもこのオリンピック期間中にこれだけの話題を集めた大会、本当にすごいなと思いました。それで、まあ、メインイベントの朝倉未来選手対平本蓮選手の試合、まあ、今回初対決になったわけなんですけども、今までの因縁3年ぐらいずっと続いてたのかな。もちろんその格が違う状態でのスタート、平本選手は無名に近い選手、朝倉選手はもうすでに知名度の高かった選手、その度重なる挑発を、まあ、ずっとそのなんていうんですかね、まあ、格下扱いし続けた朝倉選手なんですけれども、まあ、平本選手も実力をどん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 つけていってっていう中で、ついにまあ今回対決が決まり、一体どっちが勝つのかっていうところで、朝倉選手がね、今回負けたら引退しますと、平本選手もいや俺もこいつに負けたら引退しますって、2人とも負けたらどっちかが引退っていう、そういう、まあ、状態になったということで、かなり話題はまあ集まってたと。で、埼玉スーパーアリーナに入った人数が 48,117 人で、これすごいっすよね。だってね、何だったっけ、すいません、WWE のファン、まあ、プロレスになりますけど、世界の WWE が来たらもう1万いかなかったんじゃないのかな。まあまあ会場の大きさとかもあるんでしょうけど、これ新日本プロレスの東京ドーム興行よりも入ってると思います。いや、すごすぎる。ペーパービーム相当売れたという話ですからね。で、まあ試合に関しては1ラウンド2分18秒で KO 負けということで、かなり早い段階でどうやら負けてしまったと。まあ僕はちょっと映像を見てないので何とも言えないんですけども、どうやらまあ完勝だったみたいですね。で、その日には引退とかいうことに関しては明言は避け、まあ会場を後にされた。そして先ほど動画が上がってみました。今後についてっていう確かタイトルだった気がすると思いますけども、だったよね。違ったっけな。あ、試合を終えてだ。もう62万再生ってすごいね。ということで、まあ、ここで引退を表明したと。インスタでもね、お話はされてたみたいですけどね。いや、まあ、内容もね、あったんですけど、まあ、これちょっと要約してもらおうかな。ちょっと待ってくださいね。
ット GPT に予約してもらって。そしてちょっと改めて。振り返っていきましょうかね。試合後たくさんの応援に感謝し、初めて4万人の観客の前で戦った感動を語ったと。ペーパービューの購入者への感謝も語った。そしてインスタグラムで発表したように、格闘技から引退することを決めた。7年間の総合格闘技での活動と YouTube の活動を振り返り、ファンの支えに感謝した。格闘技への思い。19歳から地下格闘技でデビューし、32歳までの長い格闘技人生を振り返り、格闘技への愛と感謝を述べた。今後は練習を続け、若い選手たちをサポートしていきますと。そして今後は YouTube での活動は続ける意向を表明し、ファンに楽しいコンテンツを提供することを宣言。格闘技へのリスペクトを持ち続け、今後も日本の格闘技に貢献していきたいと語っていらっしゃるということのようですと。まあ、その宣言通り引退するということになったと。ただ本当に、まあ、いろんな方が語っていますけど、朝倉さんが出てこなかったら、ここまで格闘技界って、総合格闘技ね、盛り上がらなかったのことは間違いないと思います。本当に伝説の存在だったんじゃないかなと。その伝説を超えた平本選手もさすがだなと。もう今、オーラもすごいなって、まあ自分は覚えてみてます。うん。で、まあ、プレッシャーもすごかったと思うんですけれども、よく勝ったなと。もうこれはまぐれとか、その偶然とかは言ってはいけない本当の勝利だったんじゃないかなと、まあ思いますね。まあなんか一個だけ、そのなんかちょっと僕ごときがこういうこと言うのもあれですけど、なんかこう、もちろんその負けたら引退っていう話をしてたと思うんですけど、あの動画の中に、その試合を終えてという動画の中に、平本選手に対してのコメントがほぼゼロだったっていうのは、ちょっと僕はどうなのかなと思いました。これもなんか怒られるかもしれないんですけど、だってあれだけその記者会見でね、その楽な相手をぶつけてもらってラッキーでしたって、その時も隠した発言ですよ。それで負けてるわけですから、まず平本選手を称賛するコメントはなんか一個でも入れてほしかったなと、ちょっと僕は思いましたね。それがそのプライドとかもあるかもしれないんですけど、それが終わった後の、まあノーサイド的要素なのかなと、まあ自分は思いました。なんかそれをこう言わないというか、なんかこうそのプライドを保ってるような感じがして、なんかもっとこう、なんて言うんでしょうね、いやー強かったなーっていう、そのやっぱり難しいのかなって、ちょっとそこだけが、まあちょっと僕は気になったところだったなと、思ってしまいました。大会自体は本当に大成功だったみたいで、他のその試合もいろいろと見せ場あったと思います。所さんが勝ったりとかね、なんだっけ、いかん、誰だっけ、ヤーマン選手も勝ちましたからね、怪物くんに。で、今思うのは、もう今頂点に来てる、何て言ったらいいのかな、そのライジン、スーパーライジン3で、まあ、2つの星がぶつかって、1つの星が、まあ、砕けてしまった。この平本選手という星に、並ぶ星って今いるのだろうかっていうのが、だからもう次、誰かと平本選手が試合しても、これ以上のものを出せるのかなと。ここでまた新しい選手がその出てくることで、格闘技界盛り上がっていくんじゃないのかなと、思いました。はい。なので、その、まあ、
ニューフェイスの誕生もちょっと楽しみに見ていきたいななんて思う今回の大会の感想を述べさせていただきました。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。